こんにちは、博士です。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。今回は爬虫犬生向けの施工を得意科目に変える簡単な学習方法3つのポイントというテーマでお届けします。自己紹介をさせてください。博士と申します。僕は28歳で独学で学科生徒とも合格しました。合格後は2000人からだいたい3000人ぐらいの受験生の方に一級建築士に合格するためのノウハウをお伝えしています。このチャンネルでは一級建築士を目指す方向けに独学で学科で100点を超える方法ですとか、効率的に法規を勉強する方法などを無料で配信しています。もし今年一級建築士を目指される場合はぜひチャンネル登録お願いします。また YouTube だけではなくて Twitter でも一級建築士の合格に有益な情報を発信しています。下の概要欄からフォローいただけると嬉しいです。もし動画を見る時間がない時などはぜひ Twitter で勉強してみてください。よろしくお願いします。それではまず施工とはどんな科目かについてお話ししていきます。試験時間は2時間45分で、構造と施工を合わせて55問を解く必要があります。1問あたり3分の計算です。出題される内容は RC、S、SRC、W が主な内容になっています。それらの構造物が建物として出来上がるまでの過程について詳しく問われます。施工の問題が作られる出典元なんですけれども、主にはいろんな基準類から問題が出されます。例えば国土交通省が監修している建築工事管理指針や日本建築学会が監修している建築工事標準仕様書などです。これは通称 JAS と呼ばれていて、 JAS の5番ですとコンクリート工事になります。そういった基準書以外では建設業法などの関連法令などからも出題されています。こういった出典がはっきりしている問題は解説もかなり充実した問題集が多いんですけども、出典がはっきりしていない場合はですね、解説が結構薄い問題集なんかもあったりします。そこでもし出典が明確でない問題も詳しい解説が欲しい場合はですね、合格物語という学科専用の学習ソフトがありますので、もし興味があれば下の概要欄から確認してみてください。それでは施工の主な学習方法なんですけども、お聞きになったことがあるかと思いますが、暗記が主な学習方法になります。非常に量が多いので試験の直前になってから取り組んでしまうと間に合いません。よく爬虫犬生の方がですね、だいたい試験の1ヶ月ぐらい前から取り組み始めて間に合わないということをお聞きします。僕も爬虫犬生の時は施工は暗記でいけるよということを聞いていたので1ヶ月ぐらい前から始めたんですけど、やっぱり間に合いませんでした。できるだけ早く手をつけて何度も知識に触れるようにして記憶に留めていきましょう。では施工で得点するために必要なものは何かというとですね、楽に暗記できる戦略です。いかにストレス少なく暗記をしていくかという考え方が必要になってきます。今日の動画の対象者ですが、まず暗記が苦手な方です。どうしても暗記が好きになれないという方はですね、今日の動画を最後までご覧になって参考にしていただければと思います。2番目が業務範囲が固定されている方です。例えば普段は木造しかやってないという方もですね、今日の動画の取り組み方を参考にしていただければ他の構造体も勉強しやすくなります。で、最後に現場経験がない爬虫犬生の方ですとか、現場にあまり行ったことがない大学生の方向けになっています。で、今日のポイントは3つあります。1つ目は施工は物語、2つ目が現場はチャンス、そして3つ目が YouTube が便利です。1つずつ見ていきましょう。まず施工は物語です。これはどういうことかというと、物語に乗せて知識を覚えていこうという意味です。確かに出題は一個一個細切れに出されるんですけども、ご存知の通り現場は全て1つの流れとしてつながっています。ですのでまずは現場を1つの物語として捉えて、その上で知識を一つ一つ覚えていきましょう。では学習の順序です。まず工事の流れを押さえてください。その上で詳細な知識を蓄積していきましょう。で、ここでいう知識はですね、情報プラス理由です。例えばコンクリート工事なんかですと、こう鉄筋があった時にですね、この鉄筋には必ずある一定量のかぶり厚さを設けなさいという問題が出されます。このかぶり厚さの量を多くの受験生は覚えようとして、それで終わってしまうんですけども、それに加えてなぜそのかぶり厚さが必要なのかという理由まで押さえておくと理解もできますし暗記もしやすくなります。ですので知識を押さえるときは情報プラス理由まで踏み込んで学習してください。それでは今お話ししたことをですね、もう少し具体的に説明していきます。例として鉄筋コンクリート造の工程を今示しています。向かって左から右に
現場では大きな流れとして進んでいきます。例えば土工事から始まって、基礎工事、躯体工事、内装、設備、外装、防水って感じで現場が流れていきます。これは現場の大きな流れなんですけども、それに加えて各、工事ではですね、さらに細かい流れが存在します。例えば躯体工事の場合は背筋をして型枠を組んでコンクリートの受け入れ検査をした上で打設して養生をしてコンクリートが固まるまで一定期間を保つという流れがあります。でその上で、今度は作業ごとに、背筋の間隔の確保の仕方だったり、あるいはコンクリートのですね、受け入れる時の検査の基準といった細かい決まりがあります。で加えて、養生期間ですね、どれぐらい取ればいいのかという細かい知識が問われます。まず現場の大きな流れを捉えた上で、次に各作業のですね、次のレイヤーの細かい流れを押さえた上で詳細な知識をいうふうに勉強していきましょう。こうすることで大きな物語から中ぐらいの物語、そして詳細な知識という感じで全てがつながって一つの物語として捉えることができます。2つ目が現場チャンスという話です。これどういう意味かというとですね、現場に行くだけで得点が伸びます。これまで2000人から3000人ぐらいの受験生の方とやり取りさせていただいたと先ほどお話しましたけども、施工が得意な方は結構現場経験がある方多かったです。でまた施工が不得意な方はですね、ほとんど現場の経験がないという方が多かったです。これ絶対ではないんですけども、大きな傾向としてはそんな感じがありました。もし現場に行くチャンスがあったらぜひ行ってみてください。得点につながります。でここで現場で学ぶメリットを紹介させてください。まずですね、現場に行くと一発でいろんなことが理解できます。実際こうテキストとかで文字だけで勉強してるとですね、なかなかこうイメージが湧かなかったりすると思うんですけども、現場に行くだけですぐ分かるので得点に結びつきやすいです。例えば僕も受験室でやった時にですね、鉄骨の工事でピンテール破断っていうのが出てくるんですね。これは力ボルトを締めていく時の力の管理の仕方の方法の一つなんですけども、文字で読んでるとなんでボルトがちぎれるんだろうかというふうに不思議に思ってました。そこで実際現場でですね、そのピンテール破断を見て、あ、なるほどなというふうに理解ができたんです。ぜひ現場に行って実物を見て理解を深めてください。で次に現場で学ぶメリットの2つ目なんですけども、非常に記憶に残りやすいです。先ほどのお話は現場に行くと簡単に理解できるというお話だったんですけども、これは記憶にですね、刻まれやすいという話になります。実際に目で見て耳で聞いて、匂いを嗅いで、あとは触れるということができるので非常に記憶に残りやすいです。僕も受験室だった時にですね、コンクリートの打設の現場で変な音がしてたんですね。ブーンっていう感じで、なんだろうなと思って型枠の内側を見てみたところ、こうコンクリートに振動を与える過振器が動いていて、そのおかげで、コンクリートがですね、こうスムーズに流れてました。その音とともに未だにそのコンクリートの打設の状況っていうのが記憶に残っています。ぜひ現場に行ったら自分の持てる感覚を全部使って記憶に留めてください。現場でこう学ぶメリットっていうのをご理解いただけたと思うので、ここからは現場で学ぶ際のコツを3つ紹介していきます。まず現場に行くチャンスがあったら、もうどんどん手を挙げて自分から現場に出向いてください。たとえ自分の担当の現場じゃなかったとしても、もし現場に行っていいんであればぜひ現場に行くようにしましょう。現場に行く機会はとても貴重ですし、さっきもお話した通り現場に行くだけで点数が伸びます。で2つ目がですね、その現場に行く場合には必ず予習をしていきましょう。現場に行く前にですね、その日の、現場の工事の内容をまず確認してください。現場で行われている作業っていうのは日によって違いますので、自分が現場に行く日にどんな作業が現場で行われるのかというのをまず確認しましょう。その上でその作業の内容の要点ですとか、あるいは自分が勉強していて疑問に思った点を整理してから現場に行くようにしてください。現場に行くときは必ず学習資料を持って行ってください。過去問でも構いませんし、先ほどご紹介した管理に関わる資料でも構いません。タブレットの端末に入れて持っていくのがおすすめです。なぜかというと紙で持っていくと重いですし、現場での取り扱いが面倒です。僕が受験生だった時にはまだタブレット端末っていうのがほとんどなかったので、紙で持って行っていました。そうすると現場の風で破れたり、あるいは汚れたりして非常に扱いが面倒でした。ですのでぜひタブレットで持っていかれることをお勧めします。現場で学ぶ際の注意点として、安全第一でお願いします。現場でいろんなことを吸収しようと思うと視野が狭くなってしまいます。視野が狭くなってしまうと周りが見えないのでとても危ないです。必
ずご自身の安全を確保した上で、現場では学んでいただければと思います。もちろん業務で行かれる場合は業務優先でお願いします。それで3つ目が、YouTube が便利ということでお話ししていきます。現場に行くメリットをご理解いただけたとは思うんですけども、とはいえなかなか現場には行けない日もあると思いますし、立場上どうしても現場に行きづらいという方もいらっしゃると思います。そこで YouTube を使った学習をお勧めしたいと思います。で、 YouTube で学ぶメリットなんですけども、まずいつでもどこでもそして何度でも勉強できます。これはとても便利で、空いた時間に現場がどういうふうになっているのか動画で学習できます。そして2つ目が、 YouTube であれば工事全体を見渡すことができる可能性が高いです。というのは、先ほどお話ししたように現場に行ければもちろん大きなメリットなんですけども、どうしても現場に行った日の内容しか現場では見ることができません。もちろん何度も現場に行ければ現場全体の流れっては見えるんですけども、何回も行けない場合はですね、行った日の現場の内容しか見れないです。でも YouTube であれば全体を撮影している動画なんかもありますので、それで全体の流れを抑えやすくなります。また3つ目として、業務範囲に縛られないというのが挙げられます。例えば普段木造しかやってなかったとしても、動画であれば鉄骨造ですとかコンクリート造といった他の構造物の現場についても学ぶことができます。一方ですね、 YouTube で学ぶ上でのデメリットもあります。例えばどうしても現場の臨場感がないといったことが挙げられます。これは仕方ないですね。であと、ただ見ててもですね、特に記憶に残らずに流れていってしまうという弊害があります。そこでYouTube を使う場合の学ぶコツをご紹介します。まず一つ目が、もし可能であれば経験者の方と一緒に動画を見てください。動画を見ながら、これはなんでこういう作業をしてるんですか、これはどんな意味があるんですかっていう形で質疑応答しながら一緒に動画を見ていただくと勉強がはかどります。経験者っていうのは必ずしも一級建築士の合格者だとか一級建築士の受験経験者である必要はないです。現場経験がある方であればどの方でも問題ないです。2つ目のコツとしては、過去問の出題内容を探しながら動画を見てください。ある程度学習が進んでくると、動画を見てると、あ、これは過去問の内容だっていうふうに分かってくるようになるんですけど、もし動画を見ても全く過去問が思い浮かばないということであれば、まだ学習が浅いという意味ですので、ぜひもう一度過去問を勉強し直してみてください。それで動画を検索するときのキーワードなんですけども、〇〇工事っていう形で検索していただいてもたくさん動画が出てきます。でもう少し踏み込んだ具体的な動画を見たいときは、工事の内容に合わせて検索キーワードを変えてみてください。例えばコンクリートの打設っていうふうに検索していただくと、コンクリートをですね、流し込んでるシーンを収めた動画が出てくるようになります。とコンクリート工事に関してはおすすめの動画を概要欄に一つ貼っておきますので、後でご覧になってみてください。解説付きで分かりやすい動画になっています。もし他におすすめの動画がありましたら、ぜひコメント欄に書いていただければありがたいです。よろしくお願いします。それでは今日の動画のまとめです。今日のポイントは3つありました。1つ目が、施工は物語ということで、工事全体を一つの物語として捉えた上で、詳細な知識を蓄えていきましょうというお話をさせていただきました。で、2つ目は、現場はチャンスということで、現場に行くだけで得点が伸びるので、チャンスがあればどんどん現場に行って吸収してくださいという話をさせていただきました。3つ目が、 YouTube が便利ということで、 YouTube を使ってたとえ現場に行けなかったとしても現場の流れを抑えながら勉強していってくださいという話をさせていただきました。今日の動画は以上です。いつもいいねやコメントありがとうございます。これからもお役に立てる動画を出していきますので、ご要望などコメント欄に記入していただけると大変嬉しいです。チャンネル登録はこちらからお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。